今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はリネレボの方をやっていきたいと思います。はい、今回のリネレボはですね、毎日やるべきことということがありましてね、やっぱりリネレボ、まあ、パズドラでいうログインして曜日ダンジョンをやるみたいな感じなんですけども、リネロボの場合はですねいくつかあります。まずログイン報酬の前に休憩報酬、この休憩報酬っていうのはね、あのゲームを切っていた状態での、時間経過によって変動するんですけども、経験値とかいろいろともらえますのでやりましょう。でこっちが、ログイン報酬ですね。月間ログイン報酬とプレイ時間報酬というのがありまして、まあプレイ時間報酬は1時間で、アインハザードのカゴが手に入りますので1時間はプレイしましょう。で次ですね、無料ガチャを回す、まあちょっと今のところ私召喚ガチャの方の無料が今引けないんですけども、これ24時間に1回無料です。そして友情ポイントで引くこの装備召喚ボックスも無料です。しょっぺーなまあ仕方がないけど。さて他、こっちからはダンジョン系になるんですけども、ダンジョン系の前に決めの方、ここのログイン挨拶、まあ、決め員がいっぱいいるところだとね、あの結構ポイントとかもらえたりするので美味しいです。決めのログインも忘れなく。フレンドの方もやっておくと、あのさっきの装備品ガチャのようポイントが手に入りますので、こちらの方もやりましょう。さてダンジョンですな。はい、傲慢の塔、傲慢の塔はね、あの総塔ってボタンを押すだけで OK です。ガガ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 ガッと、はい、こういうことで総塔完了、いろいろとアイテムが手に入りました。でこの後はエリートダンジョンでの狩り、エリートダンジョンはね、あの30分間ピンバータイムがありますので、この時間を有効に活用しましょう。そして曜日ダンジョン、こちらね、まあ、最近ヘルっていう難易度が追加されたんですけども、自分の戦闘力に合った難易度で戦っていきましょう。まあ、僕の場合はベリーハードが限界かなと。ヘルはさすがにね、地獄はまだ見たくないということで。これも最近相当っていうので、時短ができるようになったんで、おすすめです。装備ダンジョン。これね、ちょっと時間が限られるんですけども、あのダンジョンに入られる時間が限られますが、必ず入らないといけないダンジョンの一つです。で、アデナダンジョンと最終ダンジョンとあるんですけども、アデナダンジョンはね、これもフィーバータイムがありまして、この記載されている時間帯に入ると、アデナ、お金が 1.5 倍です。この時間帯に必ず入るようにしましょう。1日1回可能です。で、次は最終ダンジョンかな。経験値ダンジョンよりはまあ最終ダンジョンでいこう。最終ダンジョンは、アインハザードの加護だったかな、あれを使って、周回するといいです。周回というか最終だね、最終20回で経験値もまあまあもらえますので、アインハザードの加護を使ってやりましょう。でその後、経験値ダンジョンと召喚石ダンジョン、経験値ダンジョンは必須ですな。これ、まあ、今のところハードまでしかないですけど、レベルを上げるための経験値ががっつりごっぽり手に入るダンジョンなので絶対にやりましょう。召喚石ダンジョンの方はちょっとね、まあやった方がいいっちゃいいんですよ。ペットの防具とかが手に入ったりするんですけど、まあなかなか人がいないので、お昼頃とかじゃないとできないかもしれないです。夜中とか全く人いないですよ。さて次、次元の迷路、ちょっとまあ最近追加された新しいやつがあるみたいなんですけども、この次元の迷路もね、結構いろいろとアイテムがもらえますので入りましょう。まあ最悪オート狩りでもなんとかクリアできると思います。さて次、戦場の方で決闘場、これなんかサーバーが統一されたかなんかでちょっと変わったんですけども、ランキング、自分のランキングに応じて報酬がもらえますので、毎日5回タダで戦います。戦いましょう。負けてもいいです、負けてもいいので、とにかく5回戦っておきましょう。さてここのね、今日の活動っていうところにいっぱいずらーっとやってくださいっていうことが書いてあるんで、まあここを見ながらやっていけばいいかなとも思います。これを毎日全部やっていくと、
もうやることないんじゃないかなって。で、ラストかな、デイリークエストとウィークリークエスト。これね、デイリークエストは毎日12個ずつ、ウィークリークエストは毎日10個ずつクリアが可能ですので、経験値とお金がもらえます。プラス、デイリーの方はね、あの時間経過でもクリアできるので、ちゃんと欠かさずにやりましょう。これをやらないと、昔レネロボの動画でも言っていたような、レベルが足りねえ、戦闘力が足りねえってことになるので、皆さんお気をつけて。以上、リネロボ毎日やるべきことご紹介でした。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。